お願いします。はい、どうも。社内の F 風ですね。そう、もう車中泊バリバリの F 風でございますけども、ええ、うん、ちょっとキャラがもうクフと F 被りすぎだろうっていう視聴者のあのツッコミもないぐらい今視聴者いないんでね、よろしくお願いします。もう真っ暗になってるか羊がいるかみたいな。ただ真っ暗の羊なだけで、で、あれです。なんだっけ。宮城の動画はちょっと伸びてます。いい感じじゃないですか。宮城の動画伸びて、まあ、また、あの羊が N沢とね、第2弾撮ってたんで、あれもそろそろ上げたい。あと、あれですよね。あの、室内、こんな感じです。はい、室内の紹介もやりましょう。ね、羊に。いいですね。だけどね、うん、もう、東京とかもそうだと思うんですけど、相当人戻ったでしょ。あ、もう、電車とかもやばいですし。うん、もう多分、コロナ前に近づいてるっつうか、じゃないですか。だって、最小記録更新、うん、なんか最高記録が最小記録に変わって、急に。うん、でも、多分、これ選挙があるんで、今週末は。うん。これで選挙終わってから上がったら、もう、完全に、作為的な操作っていう。イメージが強いですけどね。そうね。で、またあと冬も来ますからね。そうですね。なんかこれ、インフルエンザが流行るみたいな。うん、まあ、また来ますからね、2ヶ月も経っちゃって。そうですね。で、まあ、今のところは仙台もすごい人が戻ってるんですよ。だからね、ぜひ皆さんも遊びに来てくださいという。仙台って、あの、ちょっと、あ、そう、今日の遊びは、あの、こう、ラジオ風なんですけど、はい、あの、九州で言うとですね、大体みんなあの福岡に行きたいんですよ。うんうんうん、福岡にまあ買い物行ったりとか、福岡は何もありますみたいなイメージなんですよね。うん、他県の人もまあ福岡にちょっと行ってこようかなみたいな感じなんですけど、うん、東北で言うと、そうやってやっぱ仙台なんですか？もう仙台しかないですよね、あんなでかい都市。だ岩手とか、その辺、秋田の。岩手なんかもう行ってみてください、皆さん。何もねえから、あそこ。あ、盛岡なんかもう、あれですよ、20分歩いたら飽きますからね、盛岡は。ダメです、ダメです。いや、いいとこでしたけどね、僕試合で行きましたけど。青森の方がまだでかいんじゃないですか？あ、そうなんですね。うん、青森駅とか青森のあの街は20分では回れないと思いますけど。うん、盛岡なんかちょっと急げば7分で終わりますよ。え、岩手県の県庁所在地は盛岡ですか？盛岡です。なんもねえから、なんもねえから。私あのまああの盛岡あ何回か行ったし、あの日本収穫の時も行きましたけど、ええ、まあ、ちょっとラーメン食って終わりみたいな感じです。そのくらいな感じなんで盛岡なんて。盛岡ディスリーがすごいです。で、うん、まあいいや。でもまあ、まあ、盛岡ディスりましたけど、うん、秋田とか山形もそれほどでもないでしょう。そっか、秋田、山形。そうそう。ただ、地方はね、そういうパラパラなんですよ。固まってないんですよ。うん。店はこうとか、だそういう意味では、岩手も、秋田も山形も、そう、周りがいはあるっていう面白さはありました。周りがいないじゃないですか、固まっちゃってるから。うん、確かに。ある。なんか名物おかみさんとかいるんですか、角田市名物おかみみたいな。ああ、まずね、角田にはね、宿がないので、おかみもないし、食べ物屋もあるんですけど、まあ、食べ物屋って意味でのそのおかみはいますね。あ、宿ないんですね。え、じゃあ、え、一興じゃないですか。そう、ほぼ一興、あ、一個だけグリーンホテルっていうのがあるんですけど。あ、前は旅館あったみたいですけど、今もうグリーンホテルか我々がその今やってるようなとこしかない。ゲストハウス。ゲストハウスの2つ。そうなんですね。もっと美味しいとこいっぱいあったらしいけど、潰れてるらしいです。残ってるとこで美味しいとこいっぱいありますけど。チェーン店がないんでね、ほぼ。へえ、いいっすね。私のガットがないから地獄ですけどね。もうやばいです。愛用ガスト。ガストやばいです。なくて。ええ、宮城ではデニーズもないですからね。ああ、まあデニーズですね。だもうなんもないから、ね。デニーズはでも九州もないですよ、あんまり。
ああ、ジョイフル、ジョイフルだね。ジョイフル、ジョイフルなんで。こっちもね、ジョイフルちょっとありますけど。うん。まあ、そんな感じで。ちょっと